What does it mean to be the strongest? In order to find the answer, at this moment, a new battle begins. よし、やるか。腕が鳴るってばよ。邪魔する者は全て消す。準備はいい？私は俺のためだけにある。
ここに来てくれ。援護を頼む。わかった。すごいな。ここは任せろ。負けるな。オッケーだ。ここは任せろ。どうも。ありがとう。やるな。援護してくれ。これで決める。ここは任せろ。わかった。ここに来てくれ。ここに来てくれ。頑張れ。よう、君のことは聞いてるぞ。武術大会、忍界リーグに出場するためにここに来たらしいな。俺は君の案内役を仰せつかった猿飛木の葉丸というものだ。よろしくお願いするぞ。これこれというのは口癖で、そのあまり気にしないでほしいぞ。これさて早速で悪いが、いくつか施設に案内したいと思う。まずは VR 忍術闘技場。武術大会に参加する君にとって足しげく通う場所となるだろう。それじゃあ VR 忍術闘技場に行ってみてくれ。説明はそこでやるぞ。これThank you.
来たね。こちらは六代目火影、畑かかし様。今の火影様の先生にあたる方だ。今回の大会中はこの VR 忍術闘技場の責任者をやっていただいている。まあ手伝い程度だけどね。で、この子が報告にあった新しい大会参加者の？はい、そして俺が案内役を仰せつかってます。なるほどね。じゃあ簡単に闘技場の説明をしておこうか。はい、説明自体は簡単だ。うちの里が開発した VR 装置というものを使って好きなだけ修行ができるってだけ。な、簡単だろ。その装置の面白いところは、過去に存在した忍びたちとも戦えるってところでね。もちろん本物じゃないデータ上の存在ではある。それでも彼らの力を実感するには十分な代物だよ。ちなみに臨海リーグの会場は過去の風景がモチーフになっている。これは六代目様や七代目様が活躍された時代で、競い合いたいという忍びたちの要望に応えているからだ。これあの輝かしい時代を舞台に、若き忍びたちが真剣に拳を交える。燃えるじゃないか。まあ燃えるかどうかはともかく、まずはやってみますか。修行の成果を見せてやる。さて、まずは基本からいきますか。まずは移動だ。俺のところまで移動してみてくれ。次は壁登りだ。この崖を登ってもらうぞ。崖に向かってまっすぐ走っていけば、そのまま登ることができる。よし、チャクラはうまくコントロールできているようだな。チャクラジャンプを使えば、さらに広範囲へ移動することができる。広い谷を越えたいときはワイヤークナイを使うといいだろう。そら、崖から落ちそうになったときのリカバリーにも使えるから、よく覚えておくように。しまった。さて、
次は攻撃方法について説明していくぞ。とりあえず目の前の練習相手に攻撃をしてみろ。攻撃において重要なのは相手のことをしっかり注視すること。戦場で相手を見失うのは自殺行為だ。常に気を張っておくようにな。離れた場所にいる相手には避難投げが有効だ。相手が攻撃してきたときは身を固めるんだ。つまりガードだな。ガードを使って相手の攻撃をやり過ごしながら隙を伺うんだ。自分がガードをしているときは攻撃してきた相手を弾き返すことも可能だ。相手の行動を予測して攻撃を回避することも忘れるな。ガードも回避も間に合いそうにない。もしそんな状況になったら代わり身の術を使うといい。代わり身の後は体勢を立て直したり、そこから反撃に転じたりするといいだろう。次は忍術について説明するぞ。
っての通り、忍術は練り上げたチャクラを使うことが発動できるが、その効果は術によって様々。ダメージを与えることに特化した術もあれば、身体能力を下げたり動きを封じたりといった特殊効果を与えるものもある。自分の戦術に合う忍術を見つけ出すのもバトルを勝ち抜く重要な要素。通常の忍術の他に奥義忍術と呼ばれるものがある。奥義忍術を発動するには大量のチャクラを見える必要があるんだが、その威力は普通の忍術とは比べ物にならないと。チャクラとタイミングを見計らって積極的に狙っていくといいよ。基本訓練はこれで終了。あとは復習を忘れないように。それじゃあお疲れ様、頑張れよ。まあ、これが VR 忍術闘技場の。ここの任務は君の力量に応じて追加されていく。強くなりたければ足しげく通うことだ。ちなみに場合によっては人から任務を与えられることもある。そうだな、例として俺から任務を渡してやろう。これで闘技場に俺からの任務が追加されたことになる。せっかくですから、これまでの復讐の意味を込めて六代目様の任務に挑戦してもらってはどうでしょうか。いい案だ。それじゃあ任務の受け方からクリアするまで一人でやってもらおうか。任務に挑むタイミングは君に任せる。用意ができたら六代目に話しかけてくれ。
し、ラテンガン。よし、始めよう。って、はい。負けられない。正々堂々勝負だ。ぜい。やるからには負けられない。みんな、行くぞ。ああ、原稿が里中に。あ、ダメだ。これは俺一人では集めきれない。そこの君、里に散らばった重要書類の収集を手伝ってくれないか。もちろん報酬も渡す。だから頼む。手伝ってくれ。
いや、助かったよ。これで全部揃ったね。しかし、まさかまだ見ぬイチャイチャシリーズがあるとは思わなかった。ん？違う本じゃないか。いや、しかしこれはこれで、おうおう、ちょっと向こうでしっかり読んでみる必要があるな。え？報酬？ああ、そうか。俺としたことがうっかり。いや、君も気になって奪いに来たのかと思ったよ。忘れててすまなかった。約束の報酬はこれね。変身の術！さて、次こそ本に集中して、この展開は、よし。手に入れた報酬は好きに使ってもらって構わないが、中には鑑定が必要なものもあってな。それをやってくれるのが、次、これからそこに向かってくれ。次は人具屋の案内をするぞ、これ。任務や任務、店主はてんてんさん。任務に精通しているだけじゃなく、彼女自身も相当な任務の使い手だぞ、これ。ふふん、いいこと言うじゃない。このでお店と私の紹介をしてくれたのはいいとして、何しに来たの？彼女は鑑定も請け負っている。さっき任務報酬で手に入れたものを見てもらうといい。鑑定？ああ、そういうこと。オッケー、何を見たらいいの？
定してほしいものができたら持ってきてよ。今回みたく見てあげるから。よし、しっかり鑑定はやってもらえたな。装備は旗小屋でできるぞ。これ旗小屋はここの隣。この方は武術大会の参加者ですよ、さくらさん。今、俺がいろんな施設を案内してるところです。あ、そうなんだ。あなたも大会に？私は宇治はさく。で、ここに来たってことは、装備を変更したいってこと？はい。オッケー。そんな難しいことじゃないから、パパって。それじゃあ、装備の仕方を教えるぞ。しっかりよ。ありがとうございました、さくらさん。よし、次は誰かを指示して力をつけるとしよう。指示、つまり師匠を作り学ぶということだ。師匠役で適任なのは、あ、そういえばちょうどサスケさんが里に戻っているって話を耳にしたな。どこかにっているし。なんだ。あ、いえ、その、実は。というわけで、サスケさんから教えを受けられればと。そういうことか。だが、お前の言う VR 装置があるならば、現実の死を立てなくともいいんじゃないか。VR 装置がデータを主としたものなら死もそれで賄えるんじゃないかと言っている。ああ、なるほど。そうですね。確かに無理な話じゃない。
死によって成長の仕方は変わるはずだ。忍びとしてどうありたいかによって選ぶ。よし、善は急げだ。早速やってみるか。これせろ。よし、師匠の登録は無事にできたな。これで戦い方に幅。しばらくはここにいる。用があるときは声をかけてくれ。ありがとうございます。それじゃあ早速師匠と一緒に任務に挑戦してみるか。いいか、師匠と共に戦うときはその動きや師匠の術をしっかり学ぶようにな。師匠と共にいくつか任務をクリアすればきっと新しい力を得得することができるはずだぞ。これどうぞ勝負だ。
よしよし、用意された任務を無事にクリアできたようだな。次はいよいよ君が参加する武術大会について最後の説明だ。説明はあの方が直接行ってくださる。さあ、おかげさまの屋敷に急ぐぞ。これこちらが新たな大会参加者です。すでに里の施設説明は終わりました。おう、ご苦労様だったな、このハマル。さてと、このハマルの説明が終わったってことは、いよいよ本番に挑戦ってことだな。これからお前が挑戦するのは忍界リーグという武術大会だ。対戦は4人1組のチームを組んで挑戦する。相手は国内外から集まった忍びたちだ。どいつもこいつも腕自慢なやつばかりだからな。軽い気持ちで挑戦したら帰り討ちに遭っちまうぞ。しっかりと準備して頑張ってくれ。それじゃあ、忍界リーグへの参加の仕方を教えておくぞ。これ、こんな感じだ。こっからは自由に大会に参加できる。そんで自分自身の力で最強への道をこじ開けなきゃなんねん。その道がどんなもんなのか、それは歩いた本人しかわからねえんだ。お前がどこまで道を進めるか、お前がどこまで強くなれるか、しっかり俺に見せてくれ。俺も期待してるぞ。頑張れよ、これ。忍界リーグを勝ち上がるには、君自身の力はもとより、チームワークが重要な要素になる。仲間たちとの連携を考え、自分が何をすべきか、計画立てて行動することが、勝利への近道だぞ、これ。やるからには負けられない。戦闘開始。修行の成果を見せてやる。Come on!
また今度手合わせしてくれ。Thank you.
けられない。って、やるからには負けられない。負けられない。任せてくれ。あとは任せてくれ。始めよう。あとは任せてくれ。成果を見せてやる。修行の成果を見せてやる。修行の成果を見せてやる。
正々堂々勝負だ。正々堂々勝負だ。よし、始めよう。こ
このまま押し込む。行け。マネップ。逃がしな。先手を当てて。決める。このまま押し込む。決めちまうか。
さ、どうする？みんな、行くぞ！これからお前らは俺と一緒に任務をこなしていくチームになる。対等な木の葉隠れの忍びとしてな。だがその前にどれだけ成長したのか俺に見せてもらおうか。どんな手を使ってもいい。俺から鈴を奪い取ってみせろ。昔も同じことやったわよね。へへ、あの頃と同じだと思うなよ、加賀先生。このまま押し込む。よし、見るわよ。予選手裏剣。よかった。そこだ。せっかい。うわっ、何はっ、何ここも。さーて、もう少しやる気を出しますか。何やってばよ。やるか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 。ややるね。それじゃあ俺も少し本気出しますか。よし。強くなったね。まさか本当に鈴取られちゃうとはね。俺ってば、加賀先生追い越しちゃったかもよ。何言ってんのよ、偉そうに。まあ、これから頼りにしてるよ。